ここも随分と人が多いですね。そうだな、まあ遊園地なんだな。それに有名なところと比べたら比較的空いている方かな。そうなんですか。しかしこんなに混雑していて満足に遊べるのでしょうか。それにしても遊園地、話としては聞いていましたが、なかなか不思議な空間です。まあこの空間を楽しむ場所だからな。あまねもあまり肩肘張るな。そういうものなんでしょうね。とはいえさすがにこれは恥ずかしいのですが。何言ってるんだ、よく似合ってるぞ天音。若に買ってプレゼントしていただいたからこうしてつけているのです。そうでなければ人前でこんな。いいじゃないか、可愛いから。御社町にそのまま戻ってみてもいいんじゃないか。若、それ以上おっしゃったら私にも考えがありますよ。冗談だよ。はあ、私ではなく若が楽しんでいるように思えますね。そうだな、天音とこんな風に遊びに来るとか初めてだしな。私は和歌の執事ですからね。主と遊びに行くというのはどうなのでしょうか。一般的には珍しいかもしれないな。俺はありだと思うけど。和歌はそうかもしれませんが、私の世間体というものがあります。とにかく遊びに来たんだから今さら何言ってもしょうがない。楽しんだもの勝ちなんだよ。言いたいことは他にもありますが、まあ和歌の言うこともごもっともです。さて、楽しむとなるとアトラクションはまだだいぶ残ってるな。ここまでで何か良かったのは？今のところこれといったところは、何分初めてですからね。何があるかも分かりませんし。ならとりあえず園内を回ってみるか。そこで気になったものがあったら入ってみるようにしよう。それがいいかと。では参りましょうか。うわ、なんで天音が先に行くんだよ。おっと、つい執事として和歌をお連れする癖が。はあ、ほら行くぞ。
先ほど風船をくれたマスコットが歩いていますね。暑い中大変そうです。それは絶対に行ってはダメだ。お、あそこはお化け屋敷だが、アマネが怖がるとは思えないな。私たちはタイマ人ですよ。本物をいくらでも見ていますからね。まあそれもそうだよな。お化け屋敷のお化けは襲ってこないし。まあもしかしたら本物が混ざっているかもしれませんね。冗談でもやめてくれ。なあ、アマネ、楽しいか？これからそうなることを楽しみにしていますよ。ああ、任せとけ。こうなったら、俺のおすすめを片っ端から回るぞ。とことん付き合ってやる。おや？それだと私が若に付き合うのではないですか？楽しむのはアマネだからな。それに俺が付き合うんだ。なるほど、それは確かに。でも今のところまだ若の方が楽しんでおられますよ。その言葉じきにそっくり返してやる。よし、まずはあのジェットコースターからだ。望むところです。若のおすすめ、楽しませてもらいます。